JA 県厚生連によりますと、患者数の減少などで収益が悪化し、昨年度の決算では純損益が過去最大となる35億9700万円の赤字となりました。現状が継続した場合、今年度60億円の赤字を見込み、経営改革を進めることができなければ来年度に資本が枯渇し、事業の存続は困難になるとしました。 JA 県厚生連が公表した経営改革方針では、病床の見直しや同じ県域にある医療機関との統合を進めるほか、自治体に財政支援を求めるなどとしています。これに対し、立地する県内6市町は誠に遺憾で、詳細な説明や今後の経営改善案を早期かつ明確に示すことを求めるとのコメントを発表しました。